6月に発表された直列6気筒ではターボエンジンしか紹介されていませんでした。しかし昨年公開された特許資料、多気筒エンジンの吸気装置にはスーパーチャージャーの記述がありました。現行の4気筒がルーツブロワなのに対して6気筒のスカイアクティブ X ではリショルム式下吸気が搭載されるようです。カプセルカバーの出願もされています。これらのことから HF-VPH 型の縦置き直列6気筒バージョンがあると考えられます。マツダのストレート6ではスカイアクティブ X、 スカイアクティブ G3.0T、 スカイアクティブ D3.3 があるようです。私としては MX30 に搭載されているような自然吸気の E スカイアクティブ G3.0 マイルドハイブリッドが欲しいです。これに最近変更されたマツダ2のような改良が加わって圧縮比が 14.0 になったらなお嬉しいです。とにかくいろいろ想像しちゃいますよね。マツダに限らず全ての車は電動化されていく。電動化はネガティブなことではなく、燃費の改善は開放感の拡大を意味する。マツダのハイブリッドには2つのクラッチが書かれていた。次回レネシス55、電気仕掛けのビーアドライバー。